純バー油、お馬さんの油なんですけど、お手手とかね、お顔とかに塗っていただいて、ね、もう全にも塗り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 ってしてあげて、あんま塗りすぎたらぬるぬるになっちゃうからね。塗って美味しそうでて食べないよ、あなた。あ、ジュルリジュルリじゃないから。いた。アトピーだったりとかにも、ニキビとかにも効きます。お顔にも塗っていただけます。で、本当にお馬さんの油でできているので、それこそ小さなお子様にも、あとお年を召した方にもですね、使っていただけます。安心して使っていただけますので。あと女性の方でしたらですね、お顔に塗っていただいたら化粧水の吸い込みが良くなるので、お風呂上がりに化粧水の前にうっすらと塗っていただくとね、クマモンもね、クマモン化粧水とか塗るの？お風呂上がりに。あらまあ、美意識高いね。ちょっと今食べたよね、お馬さんの油だからね。ちょっと味見しないでください。体とかお顔に塗る、好きあらばもつ屋に塗って食べようとしないの。もう油塗ってるかもしれないから、もうそれ以上塗らなくて、うんって、もつ屋も油大丈夫みたいな。ではですね、この後じゃあ